いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の話題は MLB 藤浪晋太郎が大谷翔平との同級生対決で見せた魔球の正体とは。フォーシームに MLB で通用する特殊な軌道があることが判明。についてのニュース速報です。オープン戦とはいえ、阪神からポスティングシステムを利用してアスレチックスへ移籍した藤浪晋太郎28のデビュー戦現地時間2月28日アリゾナ州メサは、多くの日本人ファンで客席が溢れた。相手マウンドにはエンゼルスの大谷翔平28がいて、それが決まった2月23日、藤浪は静かにやりたいのはもちろんですけど、うるさくなるのは間違いないので仕方がない、と苦笑。実際、試合前に並んで右翼のブルペンでウォーミングアップを始めると、ブルペン脇ではファンの多くがカメラを構えた。予想通り騒々しくなったが、藤浪自身は冷静だった。ああ、カメラに抜かれてんやろうな。立ち上がりは、その落ち着いたままの状態で入り、先頭のデビッド・フレッチャーをスプリットで三振に仕留めると、2番のルイス・レンヒーフォにはピッチャー強襲の内野安打を許したが、難なく後続を立って無失点。本人も、すんなりいけた、という通り、上々のスタートだった。2回は、もっともっと良くしてやろうという欲を欠いたことから力が入り、先頭から3連続四球でピンチを招いたが、三振と併殺でしのいだ。もっともあの時も、マウンド上で頭が白くなったり、冷静さを失ったわけではなかった。あそこで押し出しとかしてたら、後で許されへんやろなと思いながら投げてました。さて、三四球のきっかけは、先頭のジョー・アデルに対して投げた2対2からの5球目のまっすぐ。高めに外れたが、この球は今後、藤浪を支えていくのかもしれない。この日はスプリットが鋭く、初回に2つの空振り三振を奪ったが、藤浪の高めのまっすぐは特殊な軌道というこちらでの評価。本人が慣れてくれば、その球こそ空振りが欲しい時に投げる球になるかもしれないのだ。藤浪が初めてブルペンに入った2月16日の練習後、ブルペンコーチのマイク・マッカーシーがこんな話をした。藤はリリースポイントが低くエクステンションも前なので、アプローチアングルが小さいのではないか。マッカーシーコーチは、18年にツインズ傘下サンエイ・ローチェスターで投手コーチを務め、昨年はパドレス傘下のサンエイ・エルパソの投手コーチだった。今年からアスレチックスのブルペンコーチとなったが、実質的にはアナリストに近い。キャンプ地のブルペンには十分な計測機器がないため、VAA バーティカルアプローチアングルの値を出せなかったが、おそらく間違いない。だとしたら、高めの球は打者がホップしていると錯覚するはず、と説明した。3度目のブルペンでは打席にも立ち、それを確信したよう。VAA とは何か。このデータは、まだここ2年ぐらいで認知されたものだが、投手の投げたボールがどんな角度でホームベースに達したかを表している。軌道が仮に地面に対して完全に平行であれば、VAA の値はゼロ。ただ、投手は基本的にボールを投げ下ろすので、数値はマイナスになる。あくまでもフォーシームで話を進めていくが、米データサイト、ファングラフズに寄稿しているアレックス・チェンバーレインが公開しているデータによると、21年の大リーグ平均はマイナス5度。アイオワ大のデータアナリストを務めるリード・ザ・ラドニックの調査では、角度が小さくなるにつれて、空振り率が高くなっている。最も高めのストライゾーンに投げないと効果はなく、加えて VAA が小さくなるためにはリリースポイントが低く、エクステンションが打者寄りであることが大きな要素となっている。この VAA が小さな投手としては、アストロズのクリスチャン・ハビア、ブルワーズのジョシュ・ヘーダーらが知られるが、ハビエルなど球速も93,150キロ、94マイル約151キロと平凡で、縦の変化量も平均よりは上だが、極端に優れているわけではない。それなのにまっすぐで空振りが取れる。ブレーブスのスペンサー・ストライダーも似たような傾向があるが、
2人の VAA は共にマイナス 4.1 度。これはリーグでもトップ 1% の気象値で、つまりそれだけ見慣れない軌道ということになる。まだこの VAA がもたらす影響については議論の余地がありそうだが、こっちでは日本と違ってフォーシームは高めと言われると、藤浪28日の登板を終えて、今日も結構高めの要求が多かったと振り返った。アスレチックスとしては、藤浪がまっすぐを高めに制球できるなら相手には浮き上がって見えるはずなので、そうした特徴を生かすべく意図的に多く投げさせている。ファビエルとストライダーの身長は低く、そもそもそういう球を投げられる資質を兼ね備えているが、藤浪の身長は198センチ、角度があるはずという固定観念も利用できる。マスクをかぶったシェイラン・ゲリアーズも高めのまっすぐについて、彼にとっては鍵になる球だと思うと話し続けた。彼にはスプリットとカーブがあるから、あの位置から落とせればピッチトンネルが構成できる。よりまっすぐも効果的になる。ストライゾーンの高めからカーブを曲げたり、スプリットを落とせばまっすぐとの見分けがつかず、同じピッチトンネルにも入る。そうすれば相乗効果も期待できる。藤浪自身、日本のバッターってどっちかといえば、自分を相手にするときは高めを振らないようにしてフォアボールを取ってやろうかというスタイルが多いと思う。チームによりますけど、そういう中でメジャーの打者はしっかり高めを振ってくるなという違いを感じたと打者の反応を感じ取っていた。高めのまっすぐは今後も武器になる。生かしていきたい。実際彼が飛躍するとしたら、この非凡な角度を持ったフォーシームがスプリット以上に頼りになるボールになるのかもしれない。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは皆様のご意見、ご感想などお気軽にコメントしていただけましたら大変嬉しいです。また見てよかったと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。